国際2連覇おめでとうございます。ありがとうございます。今年の優勝はすごく嬉しかったんですか？そうですね、やっぱり連覇ってのは全然違いますかね。今年も雨でスタートして、はい、結局4スイント走ったんですね。そうですね、まあ、去年も4スイント走って、はい、まあ、今年も4スイントで、はい、まあかなり比重があったと思うんですけどね。まあでも最初の2回は雨だったんで、そんな体力的にも全然問題なくて、まあ、とりあえず転倒だけは避けたいなと思って、もう自分のペースで走ってって感じも、はい、でもまあ、ポイントになったのがその秋吉選手が転倒したスティントだったと思うんですけど、はい、まあそこを2周遅れを1周遅れに戻して、で、まあ、追い上げてましたよね。まあ、でもレースのペース自体はあんまり自分も上げられなかったんで、うん、上げられなかったというか、まあ相方のマイケルがすごいいいペースで走ってくれてたんで、もう自分のペースで走ろうと思って、でそのタイミングで秋吉さんがちょうどピットアウトしてきて前にいたんで、もうここで前に出てちょっとでもプレッシャー与えないとと思って走ったら、秋吉さんの転倒が、まあ、次の週見えて、そこからはもう本当に落ち着いてって感じですね。まあ、でもこれで8対3勝目。そうですね、はい、最多勝を目指してきてる、ね、はい、もう毎年8対終わるたんびにもうこんなきついのは嫌だって思うんですけど、やっぱり出るからには優勝を目指したいし、最多も目指したいんで、はい、頑張ろうと思います。で来月からオートポリスから、はい、まあ、後半戦始まりました。オートポリスも結構得意なコースですね。そうですね、苦手ではないと思うんですけど、まあ、とりあえず今年1回勝ってるし、そのいい調子のまま走れればいいなと思います。残り3戦4レース、はい、どう戦いたいですか？そうですね、まあ、最低でもチャンピオンを取れるように、まあ、少しでも多く勝てるように頑張りたいと思います。